人と会うと癒される疲れる。どっち？今日はラジオンちゃんの元に質問が届いてるぞ。コマドリさん、32歳女性、いつも動画を拝見しております。樺沢先生は人とのつながりを感じることでオキシトシンが出るので幸せになるとおっしゃってますね。人と触れ合うと幸せになるので、これは確かに正しいと思いますが、同時に後で疲れを感じます。これは普通でしょうか？まあ普通じゃないかリラックスと緊張っていうの同時に起こってるよね。それって例えば好きな彼女と会ってなんか癒されるわーっていうのもあるんだけども、ちょっと自分の悪いところを見せないように緊張するというか、そういう部分っていうのもあるんじゃないかな。やっぱりそれはいろんな人と接する時もそうだし、会社で飲み会があるけども上司もいる忘年会だからちょっと緊張するなとか、そういうのもあると思うし、だから 100% リラックスすることも 100% の緊張することもないけど、やっぱり緊張とリラックスっていうのが混在してあるんじゃないかな。だからそういうふうにみんなで飲みに行ったり楽しくおしゃべりしたりしても、みんなで話している時っていうのは楽しい、リラックスできる、安らぐ一方で、みんなの機嫌を損ねないようにちょっと注意しないといけないとか、余計な一言言うとまずいなとか、そういうこともあると思うんで、両方入ってると思うんでね。やっぱりだからこの気遣いっていうこともあるし、そういう意味での緊張っていうのは人間のコミュニケーションにおいて必ずあるのではないだろうか。これは別に悪いことではなく常にあるわけで、適度な緊張してる時に人間のパフォーマンスっていうのはものすごく高くなる。ノルアドレナリンっていう緊張物質があるんだけど、これがたくさん出てしまうと逆に言うと怒りっぽくなったりイライラしたりっていう感情的に不安定になるんだけど、ちょっとだけノルアドレナリンが出るような状態っていうのは脳が研ぎ澄まされて頭が良くなるし、いろいろ注意力集中力も高まる。夏休み前日に子供が宿題を1日でやってしまうっていうのがノルアドレナリンの効果だから。だから彼女と会う時にすごく楽しいけどちょっと緊張してるっていうのは脳的には一番いい状態なんだね、これはね。だからリラックス8緊張2ぐらいのこのリラックスの中に微妙な緊張が入ってる状態っていうものが脳はすごいパフォーマンスを発揮するし、よく野球の投手とかがヒーローインタビューで今日は適度な緊張で最後まで楽しく投げられました今日のことをよく言うんだけど、これもおそらくリラックス8の緊張2ぐらいのいい感じの、緊張しすぎるとガチガチになっちゃうから、緊張8リラックス2だと全然いい投球とかアスリートの人がいいパフォーマンスを発揮できないと思うんだけど、やっぱこの8人とか多くても7、3とかそのぐらいの割合でちょびっと緊張が入る、リラックスの中でちょびっと緊張が入るっていうのはすごくいいことということで、人と会うと癒されるし疲れる、癒しと緊張っていうのは実は共存してるし共存していいんだよっていうことをお伝えしたいのだ。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。